本チャンネルです。キャスターの永山秀樹です。大家好，立台交流频道现在开始了。我使用相应数，今天主持人谢慧晶，因为有工作的关系不能出来，所以今天只用绿语进行。台湾朋友们，请见谅。本日司会の釈英さんお休みですので、日本語だけで番組を進めたいと思います。そして今日もゲストとしまして、在日台湾同協会前会長の大正英先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまず、この写真をご覧いただきたいんですが、はい、7月の8日に安倍元首相が凶弾に倒れましたね。そうですね、はい、本当に、はい、今日はその、故安倍元首相をの死を悼む台湾の話をしたいと思います、はいはい、これはですね、日本お住まいの台湾人のリリー・イーさんが、このフェイスブックで載せた写真なんですね。この方がリリー・イーさんですね。安倍さんと一緒に写真撮ってます。これ亡くなる5日前の7月3日ですね、このリリー・イーさんお住まいの地域で この、参議院選挙の候補者の応援に安倍さんがいらっしゃったということで、そこで駆けつけた時の写真だそうです。ここ書いてありますね、安倍先生はまあ、かっこいいですね。かっこいい、はい、私は台湾人ですよと言ったら、この大勢の、この熱狂している群衆の中でもですね、こう写真を、彼女の写真をこう、そうそう撮ってで彼自ら撮ってくれたというんですね、はい、まあ、台湾人ですよと言った時だけで、はい、非常にその奇遇というかね、はい、でこのリリー・イーさんに直接伺いました。一体その時はどういうことがあったのかというんですね、こういう話らしいんですね、こういう感じでですね、当日安倍さんがこの応援に候補者の応援に来たわけですね、はい、そしてこの演説が終わったら安倍さんとこの候補者の方が下を降りてきて、でみんなと握手をし始めたんだそうです。そしてですね、そこで、このリリー・イーさんはこの選挙区ではないんですけどね、はい、うん、でもある目的があってこの現地に行ったんだそうです。どうしても行かなきゃと、やんなきゃいけないことがあると、そこで、安倍さんが来たので、こう言ったんだそうです。大きな声で、安倍先生、私は台湾人ですと、そしたら安倍さんはですね、その声を聞いてですね、なんと、彼女のところに近づいてきたと。そうですね、はい、で彼女はこう言ったんだそうです。台湾はあなたの助けを必要としています、どうぞ台湾を応援してくださいと彼女は言った。そしたら、安倍さんはとこのグータッチをしてきたと。そうです、はい、でさらにリリーさんが話を続けようとしたら、このもう大変な人混みですからね、バッとこの人の波に押し出されちゃったと。でどんどん安倍さんからまた離されたというんですね。そこで彼女は今度安倍さんの向かっている方向に走っていって先回りをして、そこで今度はまた安倍さんが来るのを待ったと。そして再び安倍さんが近づいてきたので大きな声でまた名前を呼んだと。そしたら向こうは気がついてまた目の前に来てくれたと。そして、なんと向こうからですねこう言ったんだそうです。要するに台湾を助けてくださいってリリーさんが言ったでしょ、はい、その返事ですね、リリーさんの目を見ながら全力で台湾を応援させていただきますと言ったんだそうです。これ感動しますよね、はい、でその後リリーさんのカードを引っ張って自分に近づけ、そして彼女のスマートフォンを奪い取ってというか、取り上げてというか、はい、そしてこのように自らシャットをしてくれたと言うんです、はい、そういう、ことがあったそうです。その時本当に数秒間だったけれども、リリーさん にとっては、本当にもうこの数秒間の間、一気に心が通ったような思いだったと。そうですね、はい、そしてその写真をですね台湾の友人たちに見せたというんですけどね。そしたらみんなですね、
よく台湾人の心の声を伝えてくれたねと喜んでくれたということですね。確かにそうですね。まあ大先生も台湾人ですから、うん、その気持ち、もう一緒ですね、こういう幸運にはありませんけども、うん、はい、リーさんの幸運ですね。そうですね。あのこの番組もよくこの安倍さんと台湾とのですね、うん、その、何でしょう、やり取りというか、まあ、あの、まあ、新台湾の代表としてですね、安倍さんのこの 言論、うん、まあ、言動ですね、そうですね、お伝えしてきました、うんうん、まあ、もちろんその安倍さんはまあ日本の国のため、あるいはインド太平洋の安全保障のためにですね、台湾との関係強化を訴えてきた人であるんですけども、うん、やはりその根底にはやっぱりこの、台湾への友情というものがこれはあるんですよね。あると思いますよ、はい、うん、だからこういう言葉が出てくるわけですね、うん、はい、そして、その安倍さんがそれから、5日後に亡くなってしまったわけですね、うん、本当に残念ですね、はい、はい、あ、お昼ちょっと前でしょ、打たれたのね。そうですね。ちょうど僕はあの外で会食してて、うんうんうん、そしたら、日本に住む台湾人から電話あって、何、だろうと思って電話出たら泣いてるんですね、うん、安倍さん打たれたよって。でこっちも何のことか最初分かんなくて、でそれ で電話終わってみたら、今度は台湾の方からもうメッセージが何つか来てましてね、安倍さん打たれた頃あの無事だろうかとかですね、うん、台湾で速報されたんですよね。ああ、そうですか。僕はまだ分からなかったんだけど、うん、ニュース見てなかったけど、それから、まあまあ、最近までも、まあ、大先生もそうと思いますけど、うん、安倍さんのことでいっぱいメッセージが台湾から来ている、うん、わけなんです。それはあの台湾の方でも本当に安倍さんの死を悼んでるということは日本でも報道されてるから、まあ、ご存知の方も大勢いらっしゃると思うんですけどね、どのようにみんな悲しんでるか、まあ、その悲しみ包まれた台湾の状況を一旦でもお伝えできたと思ってちょっと用意したんですが、これあの台北のランドマークである台北101の高層ビルですね、あそこでこういった文字が出るんですね。これ自由時報の写真なんですけど、これ書いてありますね、台湾の永遠の友である安倍首相元首相を悼むと追悼すると、そしてここに書いてあります、安倍首相が、安倍首相の台湾に対する支持と友情に感謝しますというんですね。で最後に日本語ですね、ありがとうと、これしばらくこれあの夜残るんですね、まあ、これ本当に台湾人の気持ちを表してますね。そうですね、はい、素直にね、はい、それから亡くなった翌日7月9日、これ十字報よくの風刺漫画とか出るんですけど、こんな漫画が掲載されました、安倍さんの死を悼む、これパイナップルなんですよね。パイナップルはこれは台湾を表していると思います、うん、おそらくあれじゃないですか、去年あの中国が台湾産のパイナップルの禁輸をして、まあ、嫌がらせしましたね。で日本の方でこのじゃあ日本が購入しようという、まあ、そういうね、うん、その日台友情物語が展開したわけですけどね、その時にですね安倍さんも結構こう頑張ったんですね。そうですね、あの、うん、食べてる写真を出しておいたんでパイナップル食べようって呼びかけて、うん、そう、これがそうですね、今この2枚の写真が今台湾であの、まあ、リバイバルというかですね、随分、うん、またあのメディアでやるとかそれからネット上で出てるんですね、うん、これ、これは安倍さん自身が公表した写真なんですね。台湾パイナップル美味しいよという、まあ、宣伝買ってたわけですね、はい、うん、こういうことがあったわけなんです、これ、日本の元首相がそこまでやったら台湾の人たち感動しないわけにいかないですよね。そうですね、はい、うん、ちなみにこんなのもありましたね。これはあの、うん、今から、4年前のカレンの、まあ、あの台湾東部のカレンの震災が発生した時、これで台湾頑張れという色紙を出してですね、そうです、はい、まあ、こういうことをやりましたよね。あのアピール台湾を応援しました。これもすごくあの評判良かったんですよね。そうです、はい、この写真はですねいっぱい今あの出てますね。やっぱり安倍さんの台湾のに対する友情の、うん、シンボルのような ね、 そうですね、そういった写真なんです、はい、それから
まあ、今日はちょっと時間の関係でちょっと割愛するんですけど、もういっぱい僕集めたんですよ、このインター、フェイスブックとか、それからツイッター、台湾のですね、その高官であるとか各政党のリーダーたちとかですね、そうですね、ツイートもいっぱい出してるんです。数え切りませんよね。はい、頼清徳さん出したんです、うん、これ台湾のお世話をしてくださってありがとうございます安倍さんと、うん、これは時代力量という制度がありますね、野党、はい、台湾を応援する、一生懸命台湾を応援してくれた日本の元首相、まあ、台湾では前首相って言い方するけど、まあ、元首相ですね、はい、うん、安倍晋三さんを、うん、懐かしむ、忍ぶですか、そうですね、はい、忍ぶと、はい、こういうのを出しました。それから蔡英文総統が指示を出しまして、全国のこの、公的機関あるいはその公立学校半期、11日だったかな、半期出そうと、出しなさいという指示を出したんです。これ総統府ですね、こういうふうに出しました、それからですね、こっちをご覧ください。これはあの昭和市の市役所だったと思いますね、半期なんですね。でこれは国立大学、やっぱ半期ですよね。でこれはね、あの公的機関じゃなくて、あの台北にあるこの昭和ホテル、リーゼントホテルですね、日本人大勢、ね、かなり大勢泊まってトップクラスですね、そこもやっぱり半期です、うん、でちょっとですね、これ見てほしいんですね。僕これ見てものすごく、すごく印象に残るニュースなんです。これは昭和県のある村役は半期してないんです、うん、何でかというと、この日担当者が休暇でしてね、で代わりに別の人間がやる予定だったんだけど、慣れてないんで換気し忘れちゃったんですって。そしたらですね、住民がこの目撃しておかしいじゃないかと、でマスメディアにも報道されるぐらいの騒ぎがしちゃった。そうですね、はい、これ何を意味してるかというと、それほどですね、もうみんな換気しようっていうんで、もう本当にこの安倍さんを追悼しようという、そういったムードに台湾が包まれたということなんです。そうですね、ほぼあのコンセンサスですね、うん、あ、なるほどね、はい、それでところが上げてない、下げてないじゃないかというんで騒ぎになっちゃったと。なんかこう日本とはまた違う、やっぱり台湾人の優しさというか、なんというか、うん、そう感じますよね、そういうエピソードですね、うん、そういうのが感じられるんで、ちょっとあえて紹介するんですけどね、これニュースになったっていうのはすごいですね、はい、うん、でそれからですね、この日本のその駐台湾大使館にあたる交流協会台北事務所ですね、まあそこでも、このあそこの、弔問を受け付けているわけですよ ね、はい、でそこでですね、この蔡英文総統が、そこを訪れましてですね、こんなコメントというか、あのこういったスピーチをしています。弔辞ですね、弔辞を述べています、安倍元首相とは10年以上の付き合いがある。今年3月、安倍氏とオンライン会談を行った時のあの優しい笑顔と温かい挨拶が忘れられない。あの時私たちは近いうちに台湾で再会できるよう心から望んでいたというんですね。あのこれだったんですね、オンラインで、そうね、蔡総統と安倍さんがね、でまあこう日台の友情を確認し合うようなですね、はい、あの時はあの TPP の台湾参加を支持する、まあ、そんな話もしたりね、ありましたけど、それここも蔡さんはおっしゃってますね、近年台湾が震災やあの武漢、まあ、新型コロナウイルスなどの問題に直面するたびに、安倍元首相はいつも支援をしてくれたと、で国際社会でも彼はいつも台湾のために発言したと、ということなんですね、まあ、要するに例えばその WHO への台湾の参加を支持してくれたりですね、まあ、いろんなことをやって安倍さんはあの台湾のためにアピールしていたわけですよね、うん、あのこの武漢肺炎の時もですね、まあ、その日本側がその、まあ、台湾が必要としているこのワクチンをね、ああそうですね、足りなかったんですね、日本から、そうあれ、うん、あれを後押ししたのが安倍さんなんですよね、うん、はい、だから本当に台湾の人そういうことでも感謝してるわけですね、まあ、感謝すべきですよね、はい、そしてここも蔡さんは言ってますね、安倍氏の台湾に対する友好的で温かい姿勢は永遠に私たちの心に残るだろうと、うん、言うんですね、はい、その時ですね、あの日本の駐台湾大使にあたる、まあ、その
泉代表という方、この方はですね、やっぱこの安倍首相在任中に、まあ、この、まあ、事実上のこの大使に任命されたというんですけどね、それでこういうスピーチをしているんですよね。ある時、まあ、その、いろいろとこの大使に任命された人たちがいるわけです。そこに安倍さんが挨拶すると、でその時ですね、泉さんが台湾に赴任するということで、特に安倍さんが彼のところに来て言ったんだそうです。あなたは台湾に行くんですねと。で、日本と台湾は特殊な、歴史関係がある。だから、このあなたは台湾の人々がどう、台湾の民衆の感情というものはどういうものかよく考えてほしいと。で、決して彼らを、寂しくさせてはいけないんだと。という話をしてるんですね。寂しい思いをさせてはならないということですかね。まあ、これ中国語で お話になってますけどね、泉さんは、はい。やっぱりその台湾はですね、この中国のために国際社会で長い間孤立してきましたね。はい、で国際機関からも排除されているわけですね。国交も結べない、でそういった台湾の人を励まさなきゃダメだよという、台湾の人々の寂しい気持ちを理解して、で温かく付き合わなきゃダメだよという、そういう話をしているわけなんですよね。先ほどのその、まあ、リリー・イーさんの話もそうでしたよね。はい、はい、台湾を応援してくださいって言いましたね。要するにそういうふうにいつも台湾を激励してくれる安倍さんだからこそ安倍さんに言ったわけですね。ぜひこれからも応援してくださいって。そうですね、そしたら安倍さんはこういうふうに言ったですね。全力で台湾を応援させていただきますということですね。はい、これが 台湾に対する安倍さんの気持ちなんです。いつもそういう考え方がある。でもこれはですね、個人的な気持ちで終わってないですよ ね。 そうですね。やはりその、はい、やっぱり一つの外交のセンスですよね。やっぱり外交するには、よその国の人々とこの関係を強化するためには、やっぱりその国、心からその国の人々のことを思いやるということですよね。そういった外交を、安倍さんは展開していたんだなってことがやっぱり感じられますね。そうです。実際台湾人もそれは感じてますよね。ああ、そうですね。だからそうですね。はい、はい、それで泉さんはこういうふうにも言ってますね。台湾有事は日本の有事であり、日米安保有事でもあると、まあ、これ安倍さんがおっしゃったと。はい、はい、そうですね。まあ、この言葉すごくこう台湾で有名になってます。有名です。はい、で、そのような考え方は、今日本でも、まあ、どんどん広がってる、まあ、そういった認識広く持たれてるんだと、それで、私はそういった安倍元首相の外交的な考え方、特に台湾に対する考え方というものを、受け継いでいきたいと、言うんですね。という話、そういうことをおっしゃっています。はい、そしてですね、日本で安倍さんの葬儀が行われたのが12日ですか。でこの交流協会はですね、今度は一般、ちょうどその日から17日までの間、一般の人たちのこの弔問も受け付けるということで、で、まあ、その葬儀が行われた12日、まあ、要するに一般人たちを受け付ける、まあ、初日ですよね。その僕の友人、この、まあ、日台関係に熱心に取り組んでいる弁護士の課長党さんという人も、写真をいろいろとお借りしたんですけどね。はい、で大勢の人が列を作りましてね、それからこの追悼のメッセージを書くところがありましてね、場所があって、そこでみんな書き込んでいるというんですね。それからいろいろと、まあ、国会議員あるいはその地方自治体の首長さんたちのから送られて花が飾られていたりですね、していたというんですね。馬英九総統、元総統、前総統も来ていたと。国民党のね、馬英九総統、まあ、この安倍さんが、その最初に第一次安倍政権が終わった後、台湾訪問してね、馬英九さんと会いましたね。あの時馬英九さんちょっと意地悪をしたんですね。そうですね、安倍さんにね、あの新中国ですから、これから蔡英文、民進党党主席の蔡英文さんのところに安倍さんが行こうとする、その時総統府から出る時ですね、普通だったら公用車で送るのができたけど、タクシー乗せちゃったというね、非常に汚いやり方ですね。まあ、そういうのありましたけどね。でも、バイキューさんもやっぱこう傷んでると、各政党、まあ、台湾の多くの政党の党首とかですね、党はですね、みんなもうすぐにまず安倍さんが凶弾で倒れた、で無事を祈るというメッセージを一斉に配信している。全てですね、はい、親中派の、まあ、国民党も親中派で、国民党はそういう感じですね、国民党もそうですね、あと、はい、まあ、その
共産党に近いのは何だっけ、統一の、まあ、それはやらなかったみたいなね。はいはい、うん、そうですね。それからあの亡くなった、まあ、死亡発表された後も、うん、は今度お悔やみのメッセージいっぱいありました ね、 そうですね。今おっしゃったように国民党の党主席もですね、そうですね、うん、あの本当に残念だという、本当に台湾のためにやってくれたということをおっしゃってました。そうですね、はい、もう今そう言わなければ民衆が許さない。そうですね、要するに台湾 の、 その民はもう親日なんで、うん、それはまあ本音かどうか分からない、表面がそうやらないともう正当持たないですね、うん、なるほど、うん、そうですね。先ほど の、 あの弁護士の課長党さんちょっとコメントいただいたんですけどね、うん、まあ、要するに今その台湾の人たちなぜそんなに悲しんでるのかって、まあ、僕は聞いたわけなんですね、うん、そんな話をしてましたね。台湾はこれまで国際社会で排除され、無視され続けてきたけれども、安倍氏の首相在任中、それから退任後、うん、ずっと台湾との提携を進め、東アジア、そして世界にとっての台湾の安全、世界に対して台湾の安全の重要性というものを指摘してきたんだと。それだからこそ台湾の人々は安倍さんに感謝しているんだというんですね。そしてその安倍さんが亡くなったことで台湾は重要な友人を失った、これに台湾人は嘆いているんだと。これから日本と台湾の関係がどうなるのか、不確定感と焦燥感があるというんですね。大事な友人を失ったという言葉はですね、これはあの各党の党首であるとか各政党も言ってるし、みんなそういったことを言うんですね。そうですね、ほぼ、まあ、これ本当の台湾 の、 その、うん、まあ、知識人の感じですよね。なるほど、まあ、一般国民はそう思ってるんじゃないかなと思いますね、うん。あとは、ちょっとお名前は出しませんが、その日本文学の研究者の方からも聞いたんですけどね、うん、やっぱり、まあ、この人もですね、まあ、安倍さん亡くなったっていうんでショックでずっと泣いてた方なんですけどね、うん、安倍さんがいたから台湾は寂しくなくなったんだと言うんです、うん、安倍さんがいたから今まで孤立感、孤独感があったけど台湾はですね、それがなくなった。しかしその安倍氏の死により再び孤立無縁といった感が漂っているというんですね、うん、はい。それからあの台湾団結連盟の幹事長の周芸安さんからもコメントいただきました、うん、安倍氏の急逝は本当に受け入れ難い、台湾に深い関心をしてくれたのが安倍氏である、真の友人、兄弟を失った思いだ、うん、李登輝氏は日本を励ますため武士道といった伝統的価値観を日本人に伝えたけれども、安倍さんは台湾を励ますため勇気を持って民主主義の価値を堅持しなければならないよということを教えてくれたんだと言うんですね、はい、うん、その安倍さんが亡くなったのは本当に受け入れがたいというお話なんですよね。それからこれ、まあ、本当にもういろんな政治家のコメントを実は集めたんですが、これだけちょっと紹介したいと思います。大手雄さんという民進党 の、ね、あの安全保障に強いあの議員さんいますよね。あの人はですね、安倍さんのフェイスブックに書き込んだコメントですね、これちょっと翻訳してみましたけども、まあ、亡くなったということで、嘆くべきニュースである、安倍さんは台湾有事は日本一と主張した、台湾にとって本当の友であり、インド太平洋地域における重要なパートナーだ、友人というより家族と呼ぶべき存在だ、うん、というんですね。これは悲しみであり補いきれない喪失であると、うん、やっぱりこの大事なものを台湾を失ってしまったということだと思います。そうですね、はい、そういうことなんですね、はい。先ほど の、 その小売協会、まあ、一般の人たちが弔問できるようになったと言いましたね、うん、まあ、あの柯長徒さんだけじゃなくてですね、あの僕の知り合いもずいぶん言ってるようなんです。あ、なんで知ってるかというと、行ってきましたってことを日本にいる僕に写真を送ってくるんですね、うん、はい、やっぱ嬉しいですね。そうですね、こちらもありがとうございますという、うん、まあ、言うわけなんですよね、うんうん、それから民間でも反旗を、まあ、あるその日本との交流を進めている、まあ、要するに日本の軍事を祀る廟が高尾にありましたね、保安堂、そこでもですね、まあ、追悼の式典が行われていると。そうですね、はい、でこれも音楽館でやるそうです、うん、各地にその18時に追悼の式典やってますね、はい、ああそうですか、うん、なるほど、はい。そしてそういったその悲しみに包まる台湾ですが、まあ、この博物最大の十字砲、こちらが、まあ、社説なんですよね、連続して載せました。これ11日の社説、これは13日の社説なんですけどね、ちょっとこれ、まあ、台湾の人々、まあ、この政治家から、まあ、庶民に至るまで、まあ、今みんな悲しんでるわけですけども、まあ、どんなふうにですね、この向こうのマスメディアは
この安倍さんのを失ったことに対してどういう考えでいるかというのをちょっと紹介したいと思うんですよね。はい、初めまず11日の方ですね。これ、タイトルはですね、台湾の最も良き友、元首相安倍晋三を悼むというタイトルですね。ここにはですね、まあ、ちょっとおおよそのことをちょっと日本語で言いますね。ご省略ですけども、全世界のリーダーたちが外交事例ではなく本当に友情から安倍氏の死を悲しんでいる。それはなぜかというと安倍氏は戦後日本の最も重要なリーダーだったからである。そしてさらに安倍氏は国際社会の平和と安全繁栄という問題に関わってきたからなんだと。安倍氏の死は日本の政界に衝撃を与えたというだけではない、自由世界特に台湾にとっては取り返しのつきがたい損失となったやっぱり言ってますね。そういうふうに、そしてこうも言ってます。日本の政治家は特に中国に対して侵略戦争の食材感のために卑屈にもペコペコし、そして中国にいいように扱われてきたと、ところが戦後前の安倍氏は明らかにそういった現在意識がなく、要するに罪の意識がないと言うんですね、そして、日本人に国際社会における自信を回復させ、そして一つの良好なこのパワーを作り上げたんだというんですね。はい、アジアの人々はみんなこの日本のいわゆる侵略というものを恨んでるというね、そういった認識我々は、まあ、僕は違うんだけど、多くの人は戦後記憶で受けてきたけれど、まあそれは中国のなんていうかプロパガンダもあるでしょうね、はい、まあ、日本の左翼のね、そのね、はい、考え方ですね。ただ台湾政治はその辺はやっぱり客観的で、まあ、客観的に見てますね。はい、はい、そうですね。そして、そういったですね、この中国にペコペコしないというですね、そういった安倍さんのようなこういう考え方、そしてそれによって日本に勇気を与えたということをですね、そして生まれ変わりつつある日本をですね、これいいことだと、いいパワーだと言っているということをやっぱり注目したいと思いますね。はい、そして公務員です。このような人物の出現が日本のしかかっていた重苦しい空気を吹き払ったんであるというんですね。そしてですね、さらにこういうふうに言っております。安倍氏が残した政治的な遺産、最も重要なものにはやはり日本を自閉状態から抜け出させたこと、そして積極的に国際問題、中でも日本が関連する安全保障問題に、関与させるようにしたことなんだと言います。そして彼が行った重要なものにはアジア太平洋地域の概念をインド太平洋地域の概念へと発展させたこと、そして自由で開かれたインド太平洋を定義し、中国の絶え間ない、まあ、東シナ海、台湾海峡、南シナ海への拡張に対処したと、ということですね。そして、その後、CTTP、というもの、まあ、TPP ですね、発足という重責を担い、さらに、日米安保体制を拡大させ、明らかに台湾をその中に組み入れたんだというんですね。そして安倍氏の死去に対し、特に台湾人が寄せる思いには深いものがある。過去の日本の政治家の親中的で中国にビクビクして公の場で台湾にあえて応援しないような病的な態度とは全く異なり、力強くそして公然と台湾への支持を表明してきた。その立場は終始一貫していた。李登輝氏を師とし仰ぎ、また友人としていた、友人として尊敬していた。そればかりか、2007年の退任、首相退任後は台湾を訪問し、馬英九から屈辱的な扱いを受けながらも馬英九氏に対しては、日本はアメリカと同じく、もし中国が台湾を攻撃するなら無視することはしないと、そういうふうに言ってくれているんだと。今回安倍氏が不幸に見舞われた際、多くの台湾人の心に浮かんだのは、安倍氏にいわゆる台湾有事は日本有事であり、日米同盟有事であるとの安倍氏の言葉であるというんですね。はい、そしてもう一つ、台湾人の心に浮かんだのは、安倍氏が台湾を応援するために撮影した、あの台湾のパイナップル写真だと、そういうことなんですね。はい、こうした安倍氏の深い思いがあったからこそ、彼の死は台湾人をこの上なく悲しませるんだと。そうですね、はい、本当にいいこと言ってますね。はい、もう一つここにはですね、これは13日の方ですね、まあ、紳士保釈、まあ、要するに日本と台湾は本当に密接な兄弟の国なんだというんです。で、まあ、ここに書いてあることはですね、
まあ、台湾と日本は本当に密接な関係ですと。でずっと中国に苦しめられている。でそれぞれが国家正常化を目指しているんだけれども、中国の妨害を受けていると、まあ、この台湾は今このなんだろう、まあ、中華民国体制からですね、この本当にこの正常な国になろうとしているわけですね。日本もまた安倍さんがね、その普通の国、日本を普通の国にするんだというふうにやりましたね。そういったそれぞれが台湾、日本がそれぞれがまあ強い国になろうと、きちんとした国になろうとするのを中国が嫌がっているということを言っているわけです。でそうした中にですね、まあ、もし日本が国が普通の国にならなければ、永遠に二党国家として、アジアで中国の一人勝ちになっちゃうと。台湾だって正常化できなければ、もう台湾の民主主義ってのはダメになっちゃうよというわけですね。だから日台は協力し合ってこそアジアの民主主義とか繁栄というものを促すことができるんだが、そうした中にですね、李登輝さんがまず台湾の国家成熟化を目指したと。そして その志を継承するかのように安倍さんが出現したというんですよね、はい。そして、安倍さんが今頑張って、来て、この台湾と日本はますます兄弟の絆を深めてきているんで、きた。そして西太平洋における民主主義陣営の最前線に日本と台湾はなっているんだというわけですね。だからそういった安倍さんのこの志を継いでいかなきゃダメだという、そういったことを訴えているんでしょう。確かに訴えているわけですよね。はい、その通りと思いますよ。そうですね。で、これは本当に、まあ、国民党の一部のですね、親中国の人たち以外はですね、その通りだと思うんじゃないでしょうか。そうですね、はい。それではっきり分かってきたんですね。その台湾のその一部の人間だけ、まあ、なんとか日本を排除したいという人間がいますよと。非常に少数なんですね。あ、はい、少数なんですよね。本当に少数ですね。はい、はい、そうですね、はい。これ葬儀の写真ですね、東京の増上寺で行われた安倍さんの葬儀の写真、これ十字報の一面に載っていたんですね。安倍さんの葬儀と、日本の民主みんなこの、まあ、見送りしてますという、そうですね。でここに書いてあるんですね、多くの人が台湾の国旗を振っていると。まあ、台湾国旗、つまり中華民国の国旗ですけど、これお分かりなんでしょうか。うん、この台湾の旗を持った台湾の人々、在日台湾人が一方ずつ集まってるんです。これ僕の友人も行ったそうです。そうですね、僕の知ってる方もいっぱい行ってます。そうですか。大先生の在日台湾同業界の方々も行ってるんじゃ、行ってますね。岡山会長が行かれてますよね。みんなこの師匠いたんですね、安倍さんの。そうですね、本当に、はい。そうですか。でそれからなんだ、あそこ、奈良県の事件の現場、あそこみんな喧嘩してますけどね、あそこの台湾、関西の台湾の人が集まってるんですって。はい、気持ち分かりますね。あ、なるほど。そして、この時ですね、要するにあるこの日台交流の歴史に残るある出来事が起きました。それはなぜかという何かと言いますと、頼清徳副総統が東京にいらっしゃったんです。そしてまずその、まあ、葬儀が行われたの12日、その前の日の11日に来日して、まずこの安倍さんのお宅弔問に行ってるんですね。で増上寺のお通夜に行って、で翌日の葬儀にも行ってると。これこれは驚くべきことなんですよね。そうですね、はい。これはですね、こういうことです。日本がだ、まあ、50年前台湾と断交してから、要するにその日本は中国に気兼ねしましてですね、台湾の総統あるいは副総統を日本に入れてないんですよ。そうですね、はい。まあ、ビザは発給しない、まあ、今ノービザになってますけどね、それでもお互いの、まあ、示し合わせがあるんでしょう。訪問しないわけですね。李登輝さんなんかこの総統退任したって入れなかったんですかね、最初日本は。それぐらい大変なことなんです。であと、まあ、台湾の国防省とか外相も来れないんですよね。そうですね、はい。大体まあ重要の、その行政の方も入れないね、はい。ところが、副総統が入ってきたというんです。これはどういうことなのかということですね。でしかもですね、この安倍さんの、安倍家の親しい友人として来てますからね。だから葬儀、増上寺、まあ、葬儀の会場ではですね、外交官でもみんな列並ぶんです。ああ、この人は列並ばない、まあ、特別扱い、特別扱いね、はい。やっぱり安倍さんとの交流、深い交流が関係があったということなんですよね、はい。中国はよく許したなと思うわけですよね、それは、はい。
どうでしょうね、中国がいる、うん、ちょっとこれ十字報の記事、まあ、これが、まあ、ライさんの写真ですね、これにちょっと見てほしいんです。北京は台湾の、まあ、これをですね弔問外交と呼んでますけどね、そうですね、弔問外交を阻止しようとして、うん、この全力を挙げて台湾の政官要人の来日というものを阻止せよと中国政府は中日本大使館に指示を出したんだそうです。これはあの台湾の外交筋の話ですね、はい、まあ、台湾は諜報活動やってますからね、はい、それで分かったんだそうです。何としてもその台湾人の政官要人を生かすなということですね。生かすなってのはどういうことかというとですね、日本政府に圧力をかけろということだと思いますよ。そうですね、台湾に圧力をかけられませんからね日本の政府が日本政府に圧力をかけろということだと思いますね、うん、落とせと、はい、今までそういうふうにやってきてるわけですよ、ところがですね、まあ、あの亡くなったのが、まあ、先週の金曜日でしょ、安倍さんで、うん、土日挟んで、まあ、選挙がありましたけどね。でその月曜日突然午前中飛びた、あのライさんは台湾を飛び立ち、それで日本に東京に着いて、午後には安倍さんのお宅に来てるんです、はい、これ阻止できなかったんです。で、この記事によるとですね、まあ、この外交、台湾の外交筋の話なんですが、まあ、結局裏中国のそういった策謀も裏目に出たと。なぜかというと、もう今やこの中国は反日やってますよね。もう中国と台湾に対して軍事的威嚇をずっとやってるわけですよ。それが今回 の, その安倍さんの亡くながお亡くなりになりました。今中国のほらインターネット上ではすごいでしょ、はい、もう喜んでるわけですよ。そうですね、はい、本当に下品ですね、はい、ここに国民ってもういやらしいですね。そうですね、しかもあれは中国政府が煽ってるわけですよ、うん、許してるわけですよ、はい、でさらにはですね、台湾人が喜んでるような、要するに偽台湾人、中国人が偽台湾人を演じてインターネット上で安倍さんの死を喜んでるわけですね。あ、そういうふうに作るんですね、はい、で台湾人たち驚いてるわけです、うん、あ、これそうそう、台湾人が言われました、うん、あの台湾チャンネルでぜひ日本人に伝えてくださいと、うん、今伝えたいと思います、うん、偽台湾人が 中国人が演じる偽台湾人が安倍さんの死を喜んでる、安倍さんの死を喜んでる大量の台湾人は実は台湾人じゃなく中国人だそうです。以上お伝えします。そういった中でですね、今さらこのその台湾の要人を入れるなんて日本には言えないだろうというわけですね、うん、はい、そしてもう完全にこの、ライさんが日本に訪れるということを完全に秘密、そうですね、秘密を守れ、見事成功したと言うんです、うんうん、はい、こういう記事もありました。この十字報です。岸田さんはこのライさんの来日同意しました、これは 何を意味するのか。台湾の学者曰く3つの変、普遍というものがある、うん、3つの普遍、何か安倍さんのこの親米路線、それから親台湾路線、それから反中路線、まあ、高中路線、うん、これを岸田さんは引き継いでいるという証であると、この3つの路線は普遍であるということで3つの普遍ということですね、うん、はい、日本のインド太平洋戦略は普遍なんだと、そういうことを意味しているという話なんです、はい、あのこれはそういうものじゃないかと思いますね。あのこれは本当に大きな変化なんです。2001年に小渕首相が亡くなって、まあ、政府主催のこの葬儀が行われました。当時陳水扁総統はですね、台湾の総統はですね、うん、葬儀にいたいけど日本に入れない、そこで、この総統府の秘書長をですね、秘書長を派遣しようと思ったら日本政府が断ったんです。来ないでって、うん、中国が怒るから来ないでってたんです。そこで、この総統府の顧問である方明敏さん、まあ、これは亡くなりましたね、それから胡進歩さん等々をですね派遣したんです、まあ、民間の方々ですね。そうですね、はい、そしたら日本政府何やったか、その葬儀、政府主催の葬儀の会場、まあ、前列の方に外交官、そこからずっと離れて後ろの方の民間人の席に座らせたんですよ。そうですね、大変失礼だったんですね。そうです、うん、その時に中国の先期審が来ていた、中国からですね。で先期審行ったらしいですよ。なんでそんなことするのって、葬儀だからいいじゃないの。日本政府は中国のために一生懸命やったわけですよ。そうですね、中国に対する嫌がらせをそういう時代です。まあ、皮肉ですね。もう中国にコピルというか、もう日中関係を守ることが、まあ、金閣玉城、日中友好は金閣玉城の時代、
中国のとの関係を守るためだったら何やってもいいというそういった意識が心理が働いていた時代、台湾なんか邪気にしてもいいんだよとそういう時代があったんです。それに比べますとですね、日本変わったなと思います ね、 そうですね、はい、うん、中国を敵と位置づければ、まあ、当然そういう変化もあるんでしょう。ところがですね、ところが日本3つの普遍といいますか変わってないものがありました、うん、外務省、はい、はい、これは許されないことですよ。そうですね、本当に、はい、この13日、9月13日ですね、まあ、その日本のメディア各社報道してますね、うん、外務省の報道官がですね、まあ、その頼副総統の来日についてですね、聞かれてですね、こう言ったんです。そのご指摘があった人物については、うん、まあ、私的な訪問ですよと言ったんですね、私人として私的に訪問を本日はしただけですよと、うん、副総統として来たんじゃないですよ、うん、私的なんですよって言うんです。質問失礼ですね、私人としてです、私人じゃないんですよ、あくまでもこれは蔡英文総統の名代として来たんです、副総統として来た、台湾の国民を代表して来た人に対して私人、私人というのは何なのかということですね。この私人として来たっていうのはですね、公務員を私人として来たって言い方はですね、まあ、要するにその靖国神社参拝するときに、うん、私人としての参拝ですという、まあ、一つの日本方式、日本の異なかれ主義の、まあ、その卑しい、まあ、一つの知恵なんですけどね、うんうん、まあ、その私人私人といちいち言うのも失礼なんだけど、それ以上にその報道官が言った言葉失礼なのは、ご指摘のあった人物という言い方をしたんです。そうですね、はい、でこれが日本のメディア、まあ、国内メディアで騒がメディアが報道し、台湾でも騒ぎになっています。ところがこれは愚かな一人の報道官だけが言ったんじゃない、その 前の日の7月12日、うん、これ見てください。12日この林外務大臣、この人親中派親中派と言われてますが、そして中国でもですね、あ、台湾でもですね、うん、あの人この岸田さんという、岸田政権は安倍政権の新台湾路線を引き継いでると聞いてるけど、こんな親中派入れていいんですかということで、すごい悪名高い人、台湾では。そうですね、そんなひどくないよと僕は思ったんだけど、やっぱりひどかった、うんうん、これ朝日新聞から聞かれたんです。この今回台湾の副総統が来ましたねって、どうお考えですかと、そしたらこう言ったんです。今ご指摘のあった人物につきましては、安倍元総理の葬儀に参加するためあくまで私人として私的に訪日させているものというふうに承知しております。でいずれにせよ台湾との関係を非政府間の実務関係として維持するという我が基本的立場、これには変更はないというありませんと言ったんです。だからこれ中国に対して言ってるんですよ。我々は台湾を国とも認めてませんよ、あくまでも中国を尊重しますよという中国へのメッセージを受け止めてください。そしてこれです、ご指摘のあった人物という言い方を林外相が言っていたんです。報道官が悪いというよりも外相が言ったんです。外務省が悪いんです。もう一回これ見たいと思います。林外相はですね、朝日新聞の質問に対してどうお考えですかって言ったんですね。ご指摘になった人物についてはって言ったんです。同じ日中国の外務省でも記者会見が行われました。ちょっとこっちをご覧ください。はい、はいはい、ブルームバーグの記者がこの中国の報道外務省の報道官に聞いたんです。台湾の頼清徳副総統が訪日して、安倍元首相の葬儀に参加した、ここ数十年来で訪日した最高位の高官だが外務省はどう見てますか、まあ、同じ朝日新聞と同じこと言ってますね。朝日新聞もこの副総統が来日しましたね、現職高官の訪日は異例ですね、どう思いますかと同じことを聞いています。その時にですね、中国の報道官はこう言ったんです。まずあなたの誤りを正します、台湾は中国の一部なんだから副総統というものはないんだよと言ったんですね。総統副総統というのはこれは国家元首、まあ、総統というのは国家元首の、うん、役職職名なんですね。台湾は中国の一部である国家じゃないんだから総統、このプレゼントというものはないんだと、副プレゼントもないんだと、まずあなたはそれ言葉を口を慎みなさい、間違ったこと言っちゃダメだよと怒ったんです。これまで怒る中国、そういうことを分かってるから、日本の外務省はすごくよく分かってるから、ここで
副総統という言い方を避け、林外相ですね、人物と言ったんです。これ昔からそうなんです。外務省は昔からですね、外務省は例えば公文書でもですね、この例えば陳水扁総統に書簡を送ったことあるんですよ、外務省は。あの時ね、総統に鍵括弧をつけて、いわゆる総統にしてるんです、うん、そうですね、いわゆるというね、はい、そう、これあの中国のやり方なんです。中国の属国であるかのようにですね、それで改革をつけて、いわゆる総統と呼んだりしたんですね、うん。まあ、あの時も20年ぐらい前、20年近く前、17、18年前ですかね、うん。まあ、あの時我々抗議しましてね、で結構台湾でも大きな問題になって、外務省は少し確か反省した、反省するようなことも言ってたんですけどね、うん、変わってませんね、基本的には。そうですね、20年間あんまり進歩してないですね、はい、うん。そういうわけでですね、この2001年の小渕さんの、小渕大臣、あ、総理大臣の葬儀ので見られた日本政府の比例、中国にこびるがゆえの台湾への侮辱を公然とやる、あの外務省、日本政府の心理、まだあるんですよ。その斬新というべきか、ね、外務省はこれで大変その、はい、有名ですね、親中のスク、そうですね、ある台湾の友人が言ってました、まあ、ある人、うん、この人本当にもう安倍さんが亡くなったって言うんでずっと泣いてた人、うん、一人なんですね。これ安倍さんに対して失礼じゃないですかと、うん、安倍さんがね、こう一生懸命この台湾に友情、まあ、友情を示してですね、そうですね、はい、それで台湾側からこの弔問に行った、うん、というわけですね。だけど結局その安倍さん一生懸命台湾との関係強化しようとしたけども、それを後退させるようなことをなんでこの外相をやったんだろうという意味だと思いますね。安倍さんに失礼という言い方していたけども、それは言えますね、はい、もちろんこれは台湾に対して失礼であり、もちろんその安倍さんやその多くの心ある日本人に対して失礼、裏切りでありですね、で適正の中国にだけ媚びているわけですね。こういう人物はですね、今後、まあ、せっかくまでですね、まあ、岸田さんはまあ3つの普遍とか言ってですね、うん、安倍路線引き継ぐ、まあ、要するに中国のもう本当にこの適正国家、もうこの今更こびるなんてバカバカしいんですよ。そうですね、岸田さんもそういうふうに、うん、そういう方向に行かないように見えるんだけども、その外務大臣が、岸田さんの外務大臣がそういうことを言っているというわけですね。これは淘汰されるべきじゃないかと思います。もうそうなんです、そうなんです。このニュース聞いて僕は外務省に電話しました、外務省の中国モンゴル第一課電話しました。真面目に聞こうとしたんですよ、うん、林さんに伝えてくださいって。で これはね、台湾に対して失礼、謝罪してくださいと。そうですね、はい、日本の恥ですって言ったんです。これを伝えてください、分かりましたって言うんですね。ああ、よかった。いやいや、そうですね、うん、あんたちょっと今の僕のメッセージ復唱してと、うん、書いてないんです。あ、もう一回言ってくださいと。だもう一回言いました。じゃ復唱してって言ったら、あ、すいません、もう別の電話入ってきてますかって切られちゃったんですよ。だ僕もう一回電話して別の人に言ったんで同じこと言いました。必ず伝えてくださいって言ったら、カチャ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 打ってたから、うん、一応メモしたんでしょう、ね、ぜひですね、うん、外務省には皆さんからも抗議してください。そうですね、もうこういうですね、中国に媚びて台湾を侮辱する、これ言い方を変えれば日本を平気で、日本の攻撃を損なうようなバカな政治家はいらないということを伝えてほしいんですね。言わなければ、あいつらいつまでたっても日中友好が一番なんだから、台湾を侮辱してもやむを得ないよ、それが国益だよと思い込んでるんです。国益になりませんよね。ならないですよ。本当に日本のその骨格というかね、はい、国の尊厳を損ないますよね。そうですね、うん、はい、まあ、本当に今回ですね、まあ、この台湾、あの安倍さんの、まあ、悲しい死はあったんですが、その時に、まあ、この安倍さんの偉大さだったのを伝えてきました。台湾市民とかこんなに感謝している。そうですね、うん、今まで中国は怖くて日本の政治家台湾に近づかなかった、うん、ところが安倍さんは そういったその悪しき、この、まあ、老衆を打ち破ってですね、台湾に接近し、そしてここまで多くの台湾人の心を掴んでるんです。中国が怒るのは当たり前ですからね。当たり前ですよ。敵を怒らすぐらいのことやらないとどうするのか、うん、中国怒らなきゃおかしいですね、はい、うん、とかその怒りを恐れている外務大臣がまだいるということも分かりましたが、うん、今本当にですね、日本と台湾、安倍さんのおかげが大きい。本当にこの心と心の絆が結びついている。日本台湾はもうこれ、李登輝さんの言葉を使えば生命共同体、運命共同体、その生命共同体、日台がここまでこの心の絆が深まっているということは、これはもう本当に、ね、大事なことなんです。でそういった方向に持ってきてくれた一人が、持ってきてくれた立役者の一人が安倍さん。亡くなっても、彼は亡くなっても安倍精神、うん、我々受け継いでいかなければなりません。
そういったことを訴えたいと思います。そうですね、まあ、そうするとね、こういうふうに日体がいい方向に行くと必ず抵抗するやつが出てくる。出ますよね、中国のために、うん、それが林外務大臣ですね、うん、こういうやつは許していけない、淘汰していきましょう。そうですね、これはちょうど台湾 の統一派の人間と同じですね。あ、そう、台湾もね、本当に一緒ですね。そう、うん、そう、その中国と一緒にね、その、うん、安倍さんを恨んできたごく一部のやつらがいる、ね、ほぼ同じものですね。はい、そうですね、うん、ちょうどあれですね、この部屋の中で、なんだ、ゴキブリ退治の、うん、バルさんを炊くとですね、ゴキブリが出てくるんですよ。苦しくなって、うん、今彼ら苦しくなってもがいている。なるほど。で、あがいている、あれを叩き潰さなきゃいけないんです。そうですね、ゴキブリはぜひ淘汰したいと思いますね。そうですね、うん、はい、そういうわけで、多くの日本国民、台湾国民とともに我々も安倍さんの、その残念な、非業の死というものを、対してお悔やみ申し上げたいと思います、はい、そして在日台同胞を代表してですね、安倍先生の残されたご家族に、お悔やみ申し上げます。そして、もう最高の敬意を持って安倍先生のご冥福をお祈りいたしたいと思っております。今日は時間となりました。これで失礼します。どうもありがとうございました。